UB は第二次世界大戦中のソ連で広く用いられた航空機用の 12.7mm 重機関銃である。1937年、ミハイル・ベレージンは不評用の 12.7mm 重機関銃の弾薬を使用する新型の航空機関銃の設計を開始した。この銃は1938年に工場による試験を通過し、1939年に BS として正式採用された。BS は外して成功したデザインだったが、欠陥もいくつか抱えており、特に大きな問題となったのが、球団にケーブルを使用していたことだった。UB は BS の欠点を改良する形で開発されたもので、U-Book、UBS との3種類のバリエーションがある。BS で問題となった球団方式は、U-Book と UBS では、 圧縮空気を利用したものに改められていた。独祖戦、海戦2ヶ月前の1941年4月22日、UB は正式採用された。UB はガス圧作動方式の空冷機関銃で使用する弾薬の規格は不評用の重機関銃と同じ 12.7X108mm 弾が採用された。球弾はベルトによって行われ。 新しく装填される弾薬が配剤や機能の一部を担うという独特の機構を備えていた。他の特徴的な構造としては、ベルトを移動させるタイミングが、発射の反動によって銃が交代する途中ではなく、元の位置に戻る最中になっていることが挙げられる。銃手が直接操作する銃刀装備型は、手動球弾式であるが、遠隔操作される良くない装備型とプロペラ、同調型は、 空気圧を利用する。UB 機関銃各種は第二次世界大戦中のソ連製軍用機の大多数に搭載された。特に大戦後半になって航空機の防弾性能が強化されると威力の弱い7 6 2トル主化ス機関銃の多くは UB に代替されるようになった。ありがとうございます。